エウジェニオ・コリーに、エウジェニオ・コリーには、イタリア・ブレシア県、バニオ・ロメッラ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。選手時代のポジションはミッドフィールダー。正確なロングパスを武器に、中盤の底からゲームを組み立てる、いわゆるレジスタ。若い頃から、その将来を嘱望され、1990年に、ユベントス FC へ加入。しかし当時の監督ジョバンニ・トラパットーニの下では、 出場機会を失い、それ以降は、中小クラブを渡り歩いた。AC キエーボベローナに移籍すると輝きを取り戻し、2000から01シーズンにはリーグに旋風を巻き起こした、ミラクルキエーボの中心選手として注目されるようになった。2003年に US チッタディパレルモに移籍。躍進するチームを支えた。2007年、トリノ FC に移籍。 2008から09シーズンを最後に引退した。イタリア代表には、アリゴ・サッキ、トラ・パットにマルチェロ・リッピと3人の監督から招集された、経験があるが、故障などにより出場したことはない。引退後は指導者に転身した。中小クラブでの指揮を経て、2012から13、シーズン途中のドメニコ・ディカルロ監督の解任を受けて、フルスキ・エイボーの監督に就任。 セリエ A 初挑戦だったにもかかわらず、チームの立て直しに成功し、リーグ12位でセリエ A 残留を勝ち取った。しかしシーズン後、クラブとの見解の相違から退任。2013から14シーズン、12節を終えて、最下位に低迷し、ジュゼッペ3位の監督を解任したキエボの監督に復帰した。2016年11月30日。 ユーエスチッタディッパレルモの監督に就任。翌年1月24日に退任。2017年6月13日、ノバーラ・カルチョの監督に就任。セリエ B において16位で迎えた翌年2月3日、広角圏のアスコリピッキを FC1898 に敗れると、その翌日に解任された。ありがとうございます。